剣士。いざ参る。待て。小早川まだ動かんのか。撃て。いつ動くとまでは家康と訳しておらんのでの。数勢が決まるまで高みの。あの大筒はリーフレゴから。リーフレゴ安人か。向かうは西軍。大谷の首を取れ。小早川勢がこちらに向かっております。寝返るとは人面獣神なり。我も人として戦う道理はあるまい。見事な砲術よ。小早川も目が覚めたであろう。殿、鬼が現れ、小早川勢が突破できません。何キャミの背に刃を向けるとは、恥を知らぬ俗物どもが。
しては肝の座った差配ではないか。まことに小早川が寝返るとは、さすがは我が殿。よいかんか、大将組じゃぞ。いやじゃ、まだ死にとうないわ。おるじがいかんか。赤皿まで一斉に寝返るとは、もしやタヌキめの。どうなっとるんだ。ありゃありゃ、まるで This must be Kelly's work. Tell me where he is. Kelly, これは自らの意志でやったな。
この大谷城、三成殿のため、義のために、残された命、誓う覚悟よ。強き者が共に生きるより義はなくてはならぬ。弱き三成殿と共に強き者がはびこるよう終わらせたかった。私が散った後も義に生き、義に準じる者はまた現れましょうぞ。大谷義継殿討ち死にされました。戸田勝重殿、平塚為広殿も討ち死に。三成殿、落ちられよ。引かぬ、義は我らにあり。こたびは負けじゃ。ひとたび敗れながらも将軍となった頼朝公の洗礼も終わる。ここは引け。Come here!
成様、ご無事で。いやじゃ、首が増えるだけじゃ、首になるのはいやじゃ。戦なんぞまたつまらぬことを。
か。ぞやのとつくり人か。お主とはいずれ刃を交えぬと思っておったわい。
I want Kelly, not you. ここを通すわけにはいかんのでな。参られよ。いやいや、負けじゃ負けじゃ。敵ながらあっぱれ。三成殿、茶坊主、小僧主、そろばん名人など揶揄されるが、自らの俸禄の半分でわしを召し抱えたその無欲さ、清廉なる野心がわしには何よりなりに過ぎたるものと言われておったが、最後まで武士らしき方向もろくにできぬとは。三成殿こそわしには過ぎたる主君であったが、この首を持っていけ。この首があれば一国一城の主も夢では。 I don't want your head. それではわしの気が収まらん。ならばあの槍ではどうじゃ。You're trying to buy time. まああんたが頼りにしていた侍もおしまいか。あと数百命があれば、エノクの秘宝で何とかできないこともない。兵を犠牲にしたくないという場合でもないと思うが、どうかね。
またどうぞ。馬の兵は私兵にございまするぞ。お気をつけください。
勢に突破を図るなど。安心だな。不覚を取り申した。家康様にあだなす者は生かしておけぬ。安心殿、お頼みいたす。島津勢はこの先に、奴らは盛況。覚悟なされよ。島津、手柄を渡したのは不本意でしたが、見事でございました。命を捨て主を生かさんとする彼らの義、狂うておると断じるはたやすいでしょうが、
またどうぞ。殿と立ち会えるかと思うてが、先を越されたようですな。それよりもあやかしが現れ始めたようでござる。拙者、かような時に功を競う間抜けどもの目を覚ましてまいる。皆の者、ひぇー、もはやこれはあやかしが戦、我らが血を流す道理はなし。
ぬか。しげない。これで助けてもらうのは二度目でござる。しかし鬼の腹の中、ぬらりと最悪のここしでござった。いらっしゃい。
またどうぞ。
三人殿、ご無事で何より。ムクロの巨人共に現れし腐る、かの力で一体は新たまに偏っておりまする。これをお持ちくださいませ。それは新たまを沈め、イニタマへと返す我ら陰陽の秘技の結集。安人殿ならば、かの鎖を返し、イニタマの力とすることができるやもしれません。
勝敗いたしましょう。しかし動きを完全に止めねばなりません。私と半蔵殿でお助けいたしますので、どうか。
レナ。果たしたな、ウィリアム。犠牲となった者たちも報われよう。果たしたな、ウィリアム。犠牲となった者たちも報われよう。王子だ。アンジン殿、よくぞ。それにしてもかような邪法は見たことがありません。三成殿、そなた。アンジン殿、それにしてもかような邪法は見たことがありません。何を？逮捕された。やめくなされ。やめよ。
またどうぞ。
間違いねえ。あいつ鬼左近の娘だな。いい金づるだぜ。あら、人さらいどもを倒してしまうなんて強いのね。あなた鬼を斬るという異国の侍でしょ。巷では結構有名なのよ。私の父も鬼だなんて呼ばれていたけど、今はどこにいるやら。ああ、ごめんなさい、関係のない話よね。助けてくれてありがとう。
毎度あり。安人の国にはどんな刀があるの？
またどうぞ。
ってきたね。相変わらず強いね。参ったよ、降参だ。どうやらあんたも見えるようだね。俺も親父に押し付けられた力だが、このヤタガラス、あんたのことも気に入ったみたいだ。俺たち最下は祭ろわぬ一族。あんたとはまた合いそうな気がするよ。
またどうぞ。